点描について、説明したいと思います。点描は、スーラという画家が昔、考案した画法です。基本的には、三原色赤を黄色の色を平行ではないですかつまり2色を、交互に並べていくと、離れてみるとこれが、オレンジに見えると、赤が大きければ赤っぽいオレンジ、黄色が大きければ黄色っぽいオレンジということになります。赤と青でとこれが紫ということになります。同じように青と黄色だとこれはグリーンということになります。どうしてこのようにするかというと、離れて見た場合に非常に色が明るく綺麗に見えるという特徴がございます。それで点描という方法が考えられました。実際はもっと小さな点でやりますけど、基本的には三原色を使って、様々な色を使うんですけども、小さな点で、間を埋めていくということには変わりございません。無論、少し重なってもそれは構いません。今回はこれを使って、絵を描いてみたいと思います。